今日は、ソプラノ歌手の泉さと子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介をします。はい、泉さと子と申します。はい、私は、藤原歌劇団に所属している、うんうん、まあ、ソプラノ歌手で、主に日本歌曲や、オペラなんかのコンサートに出たり、うん、皆さんにボイストレーニングと教えたりとかして、活動してます。もう何年くらいされてるんですか？何年ですかね、研修所、藤原歌劇団の研修所終わったのが3歳の時なので、なるほど。22年ですね、22年。ただまあ始めた時にはもちろんすごくいっぱい仕事があるわけではないんですけれども、あのコンサートぐらいから始めて、それで途中ちょっと結婚した後主人の仕事の都合でロンドンに4年間行ったんですけど、戻ってきて蕨川口に腰を据えてから教える方が増えた感じで、その前はだいたい演奏の方が中心だったですね。ソプラノ歌手ってことで、はい、今多分後からも聞かれると思うんですが、簡単にどういう今活動的なものしてるんですかね？はい、最近は、自分のライフワークを日本歌曲、日本の歌っていうことにしたので、その、コンサート、企画を始めているところです。で、日本歌曲振興波の会というところにも入ったので、詩人と作曲家と演奏家が一体になって新しい日本歌曲を作って聴いていただいたりとか、あと個人的にも作曲家の先生に気に入られてる先生が、細瀬陽子先生という先生に気に入られて、おりまして、その曲を演奏したりとか、日本歌曲を紹介して、意外と日本の方も知らないので、昔からある、日本のそのいい歌と、あと新しくできた、いい歌ですね、やっぱりオペラとかは声の迫力がすごいなとなるんですけど、母国語なので詩がいいなっていうことが聞いてる人にとても伝わるんですよね。だから文学少女であったり、結構詩が好きですとか、それこそ、ね、ドラマを見るとかいう方もですね、歌詞を聴いてるだけでまずその世界に引き込まれる。そこに、素敵なメロディーがついて、私の声が良ければなおさらいいっていうことでですね、日本歌曲を、紹介するようなコンサートを今どんどん増やしてます。あとは歌を、特に高齢者の方とか初心者の方が、歌って楽しく、人生が楽しくなるような、ボイストレーニングですね、健康ボイストレーニングとか、真似してトレーニングするってことで、真似トレとかっていうことで、埼玉県内のあちこちの場所でサークルとか音楽教室とかをメインに教えてます。歌うのは基本的に一人で独唱が多いんですか？それもなんか一緒にやれるものなんですか？私の場合はどっちかっていうと独唱が多いんですけれども、はい。泉さんは生まれどこですか？私の生まれは新潟県村上市というところです。そうですか。ほら、私の母も新潟県です。どちらですか？小出町です。はい、小出は中越ですか？中越ですかね。今北側の市ですか？で、村上は下越で。でも一応そこで生まれて、じゃあほぼこちらです。川口でが人生の大半数ですかね。もう半分以上になりましたね。川口に今住んでますけども、はい、川口としては誇れるものって何かありますか？自慢できるもの。川口で、埼玉県じゃなくて川口でってことですか？やっぱり今年中核都市になって、いろんな自然は残っているけれども、
あの規模も大きくなってすごく便利なところだと思います。なるほど。で川口って意外と私はこの辺に住んでいるけれど、うん、私の叔母は東川口の方に住んでいるんですが、はい、広いですよね、すごくね。だからあの都会的なところとすごく自然に恵まれているところと、あの伝統的にあの今だとかあのいろんな工場もこう、ね、あるので、あの工業とかもあるし、あの多面的な面がいいなと思います。そうですね、2018年、やっぱり1年間いろいろあったと思うんですが、はい、もうすぐ終わりっていう状態ですけれども、はいはい、どうでしょう、2018年 の、 あのこの自分のこの素敵な生き方みたいなことに対してちょっと語っていただけるとありがたいです。はい、まあ、ルルさんはね、あの占い師でいらっしゃるのでもうあの遡って占っていただきたいような気もするんですけど、2018年は私にとってすごくいろんな人に出会ってですね、出会いの場が広がって、今までだいたい歌の友達を増やそうと思っていたものがですね、ひょんなことから、まあ、琵琶を弾く人と知り合って水墨画を描く人と知り合ってみたりとか、まあ、音楽でもクラリネットを吹く人だとか、不思議なところでいろんな縁が広がったので、まだその実現はしていないんですけれども、あ、じゃあ一緒に何かをコラボしたいというような思えるような仲間がちょっとできたので、来年以降につながるちっちゃい芽がポツポツできたかなという年で、すごくあの楽しい年でありました。はい、そうでしたか。まあさすがですね。ぜひ、うちともコラボお願いします。本当お願いしたいと思います。何のコラボでも、もうあの言っていただければ。うちもいろんな人いますから。そうですよね、本当にそう思います。いつもだから見てて、それでね、あの、まあ、大体ね、これなんかみんな丸かぶりなんです。鳩ヶ谷で何をするって言ったら、その日コンサートだとか、もうほぼほぼみんな丸かぶりで、行きたいなと思っても、ね、全然行けなくて、1回だけのちょっと、ああ、やっぱ時間ないわって言って、すれ違いかけた時ありましたけど、川口で、水曜日は全部音楽教室でダメだったりとか、で土日はみんなね、ダメで。じゃあ、ルル花子さんとあの波動があってんですね。ああ、なんか活動もね、そう、結構あのバッタリね、会っちゃうんですよね、道とかでね。うん、わーって感じね。うん、狙いすましていけば、ね、どこでこうあの教えてる日ってね、あの分かるわけですけど、そうじゃないところでもね、あ、結構出会っちゃうね。ね、そういうのが多いです。はい、ホームページはあります、うん、ホームページのコンタクト欄っていうところがあるので、ホームページは何ていう検索するの、検索は泉さと子、泉さと、ソプラノ泉さと子の、あ、それで OK ですか、音楽の泉っていう、うん、じゃあそれを言ってもらって、うん、ソプラノ泉さと子さんでいいんですか、はい、で検索すれば多分出ることは出ると思うんですよ、多分、うん、泉さと子の漢字を入れるとね、うん、あの、なんだろう、コントラバス弾いてる人と小説の主人公と、うん、いろいろ出るんですけどね、ソプラノ歌手でやればいい、ソプラノ歌手 ね、 ね、うん、はい、じゃあそれを言っていただきます、はい、わかりました、ホームページ、はい、うん、歌手で出ます、はい、音楽の泉っていう名前のホームページが、音楽の泉、そうなんです、名前は音楽の泉、みんなひらがなで、うん、音楽の泉、ソプラノ歌手音楽の泉さんで出てくる、検索してください、ホームページ、はいはい、から出てきます、いいですね、はい、じゃあ最後にいいですか、はい、じゃあ最後に今日はこれから FM 川口さんの収録なんですが、あの全世界の人が見てますので、全世界の人に対してメッセージをお願いいたします。歌でお腹がいっぱいになることはね、ないんですよ。だから音楽をやっていることっていうのは、あの、なんだろう、震災の時に思ったんですけどね、命を助けるわけじゃないしと思って、でもあの、とりあえずその歌、音楽は心を満たすことはね、できるんですよね。それで、その中でも例えば日本の歌っていうのは、意味がわかるから、こうスーッと心に染みていく、音楽と一緒に心にスーッと染みていく、あの、
いい歌がいっぱいあるんですね。でそれをやっぱりあの日本文化もそうなんですけど、日本人の人たちにあまり知られていない日本の素敵な、昔の歌、今の歌っていうのを、発信していける、それこそ、世界にもね発信していけるような、歌手になりたいなと思ってます。夢は、今あの木下真紀子さんのね、うん、雲の糸という芥川龍之介ですけど、あれが朗読とソプラノで、伴奏がピアノとクラリネットでねあるんですけど、雲の糸が、作品になっているのがあるので、あれをちょっとまず上演して、いずれ世界でもね上演できればいいなと思っているのが、ね、呼んでください。神田田です、ね、そうですですって、雲の糸、はい、はい、また、うん、はい、じゃあ今日はあの遠いところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。